静けさに今僕が伝えたいことは何？触れるもの皆傷つけ悪に身を委ね痛みの感覚さえなくしてた灰色の空の下その手の中に掴んできたものはどこにあるの？世界の形を描いて夢の続きをずっと追いかけてそこに終わりな君が欲しいから冷たい暗闇の中を一人迷い進むその先で形なくしても共に未来を目指した仲間がきっと言葉の奇跡を集めて世界が形なくしてもたとえ